だからバッターとしては的が絞りづらいかもわかんないですよね、はいはい、去年のと対戦した3試合すべて見るとすべてのゲームで7回から8回メンドーサが投げて2失点ロッテを抑えられました。ゲームですから完全に作られたという形。ショートゴロになります。中島から一塁へ、おっとセーフだ。これは行きました。荻野の足内野安打。あれがセーフですから ね考えられないです。普通のショートゴロだと思って実況してましたが、はい、中島は別に守備が悪い選手は全くありません。むしろ守備の人ですが、しかも取ってからも早かったですからね、それでもセーフですから、はい、ちょっと中島自身も驚いたかもしれませんが、まあでも荻野はあのルーキーイヤーの衝撃がもうみんなおそらく脳に焼き付いてるでしょうからね。ひょっとしたらルーキーイヤーのスピードに戻りつつあるかもわかんないですね。僕もなんかのオープス見ててそれをちょっと感じ、はい。